毎度どん底です。はい、今日は、休みです。はい、休みなんですけど珍しく起きましたね。はい、でまあ髪切りに行こうかと、あとはまたちょっと買い出しですね。買い出し、はい、洗車しようかなと思ったんですけど暑いから夜にしようかなと思ってるところですね。はい、ちょっと髪切り行って、私年代の人だと、髪ヘアどうしてんですかね。結構いろいろするんですかね。もう私はもうしばらく、まあ一回長めからバッサリ切って、その後ずっと同じ感じなんですけどね。45過ぎぐらいまでは結構いろいろ遊んでたんですけど、髪型、もうめんどくさくなって、だからそうカラーもねいろいろやってたんですけど、もうめんどくさくなりましてね。はい、髪型はもう いつも通りとっていうのと、まあもうカラーもしてないんでね。はい、まあなんだろうな、ちょっと思ってたのとは違うこう、白髪具合ですね。でね、ひげも伸ばしてるんですけど、顎ひげだけ、ひげがねいい感じに白くなってるんですけどね。まあそんな感じで、はい、今日これマイク忘れちゃったけど大丈夫ですよ、ね、多分乗用車なら。はい、って感じで、まあちょこっと出かけてきます。はい、では、はい、今髪切ってきて、ジェイソン来てます。多分飲料買ってきます。はいはい、とりあえずジェイソンで買ってきました。はい、まずこれですね。はい、UCC、上はなんだ、職人のコーヒー無糖。はい、これいくつだっけ、900ミリのやつですね。箱買いです。1本いくらだっけな、これ78円だったかな、確か12本で948円ですね。はい、これはまあ前も言いましたけどうまくはないんですけど、はい、しょうがないです。はい、あとはまあコーヒーね、これですね。これが大道の、コーヒーブレンド微糖、これがね29円ですね、1本29円。これ5本買いました。はい、とあともう1個これドトール、はい、これがドトールカフェオレ、これ79円ですね。はい、これ4本買いました。あとは、あ、落ちちゃった。あとこれですね、まあお決まりラーメン、袋麺、もう醤油オンリーですねラーメンは。
これ高えな、高くなったな、249円。はい、あともう全部麺、そば、はい、このそばですね、そばこれが、129円、 360g で、はいはい、冷麦が、これが、ないじゃん、79円ですね、これ、これ何グラム、200グラムですね、1回分だな。とあと何、あ、これね、パスタ、これもこの間買ったやつじゃないかな、これが199円 800g と、これですね、キムチが、これいくら、キムチ、あ、189円、焼肉屋の味、これ安くね、 20g、 320g、 はい、とこれですね、おむすび用の海苔30枚入り、これが、199円ですね。あとまたさらにコーヒーですね、インスタントコーヒー、これが 200g、 これいくらだっけ、300いくらだよな、これ、あれ316円、あ、違うな、379円ですね、はい。あとはね、米5キロ10キロ買えばよかったかな、米5キロが、1190円です、1190円、これもう一個買えばよかったかな、そんな感じです。はい、では次いきます。はい、家帰ってきました。いやー、暑かったですね。はい、でその後はですね、はい、ビッグ A ですね、ビッグ A、 これビッグ A って私知らなかったんですけど、これってビッグ、大きい、大の A で、大 A のグループなんですか、ビッグって。なんかそんな話を聞いたんですけど、はい、でまず卵、はい、卵もね、高いからあんま買ってないですね、最近。これ178円ですね。はい。と、これ、刻みネギ。これが98円。はい。もうお決まりですね、あとは大体。はい。もやしが、1個。20円。で、はい、向かってきました。うどん3食入り。これが、いくら？98円ですね。はい。と、はい、これも、もう、貧乏人の、必需品ですね。豆腐。はい。豆腐はね、木綿派です。はい。豆腐が、あった。38円だ。あ、76円だ。で、これもお決まりですね。お得用ウインナー。435
グラム。これもね、値上げしてるんですよね、実は。328円ですね。はい。で、あとは、キャベツですね。2分の1。これは98円。と、はい。もうこれがね、すぐなくなる。はい。マヨネーズ。400g。これが、カロリーハーフね。228円。あとこれが、こんにゃく。58円。はい。これはね、こんにゃくはあんま買わないですけど、ちょっとね、別のとこで、こんにゃくの、料理の素を買ったので、こんにゃく買いました。で、あとは、ですね、ベーコン。これが198円。で、これがたまに食べる、チーズハンバーグ。これが、これいくらだっけ ?88 円だっけ ?88 円。あとこれですね。あと、乾燥ネギ。はい。これが128円だっけかな確か。だと思った。あ、違う、198円じゃん。はい。で、これが、衝動買いですね。大福、30% 引き。はい。これいくらだっけ？これが、98円。30% 引き、68円。と、これですね。食パン。食パンがこれが、いくらだっけ ?78 円だっけ88円ですね。はい。これ、ビッグ A ですね。はい。はい。続きまして。ダイソーにも行きました。はい。ダイソーがですね、まずこれですね。はい。枕&クッション。これ。これ500円。買いました。はい。枕がね、高いのが好きなんで、これ枕じゃないと思うんですけどね。クッションだと。クッションなんですけど、はい、高いのが好きなんでね。これよし。枕。はい。次ですね。はい。ラップ。ラップは結構使うので。あと、これですね。はい。排水口のやつ。で、あとはこれ。タオル。はい。ちょっと仕事ので、はい。使います。で、これがね、コードクリップなんですけど、コードクリップとして使わないで、ちょっとこれ完全に勘で買ってしまったんですけど、トラックにスマホホルダーつけてるときに動くのを固定できるんじゃないかという気がして買いましたね。はい、見切りですね。見切り発車ですね。そんなもんか。雑貨系はあと。あとこれね。これ。衣類にスプレーするだけ、冷感ミストですね。はい。そんなもんかな。あとはですね、なんだ。これですね、これ。これ、リピートしてるんですけど、これはね、これだよな、多分間違ってないよな。これはね、気に入ってんすよ。パンツなんですけど、ボクサーパンツ。ダイソーのパンツってね、使えねえなってずっと思ってたんですけど、これはね、ち
ちょっと気に入ってますね。いいんじゃないかな、ものが。はい。これも3個目ぐらいですね、買った。ダイソー、ボクサーパンツ。これ、おすすめ。あと1個が、買い忘れたんですけどね、ひげ剃りですね。ひげ剃り。めちゃくちゃ、自分としてはいいと思ってるのがダイソーにあるんですよ。買おうと思っていつも忘れる感じ。あとこれですね。これ。なんて言うんですか？お茶入れるやつ。これ。で、買ったのがですね。はい。ジャスミン茶。ジャスミン茶ですね。これと、これ。製氷機ですね。はい。氷を作ると。あとは、これ、仕事で持ってくやつですね。眠気覚ましと、はい。飴二つ。で、あとは食材系かな。食材系いきますか。はい。カットわかめ。かつお節。で、最近お気に入り、塩昆布の梅。塩昆布の梅と、塩昆布の鮭ですね。はい。最近お気に入りです。と、これはね、手が出ちゃいました。なんじゃこれやと思って。ごまふり、繭醤油ですね。はい。これ、おにぎり作ってみようと思います。と、ただのごま塩。はい。何かな？あとは、これですね。うん。蜂蜜。はい。シロップ。パン。と、これ。麻婆豆腐の素。レンチンでいいんじゃないでしょうか。はい。うん。と、これが、こんにゃく買った理由ですね。こんにゃくのピリ辛煮の素。はい。ですね。はい。以上ですね。はい。こんな感じです。本日の買い物は。はい。あとは、もう、ちょっとまったりしないと。休憩。洗濯もしないと。ということです。はい。では。